ったね。どうしてもと言うなら、カリリンだけ抱き枕として置いてってくれ。え、こんなんでよかった。たまこの子、たまに負けたまに気をつけるにゃ。すまね、心配かけた。で、何すんで。いや、そういうことになってっから。さっきから意味がよく。ごめんなさい。ちょ、なんなんでこりゃ。歓迎の儀式です。バカ耳カチューシャダブったので、アンヤ君に一つあげますね。てめえ、それつけたら今度こそ絶好だがんな。え、何故。ルナ、余計怯えるだろ。なんだ。おしぎりさんが自ら女の子にタッチを。な、ロリはオッケーって逆にやべえぞ。妙な言い方やめろ。じゃあユズ先輩はどうでしょう。微妙なラインだわ。ねえ、もう黙え、咲くぞ。なんだと、そういう貴様はどうなんだ。はあ、女なんか興味ねえし。だろうな、この幼稚園児。うっせえ、大正時代、明治時代、弥生時代。高校生の貴様がギャンブルを語るな。ケンニーが言ってた。受け売りか。ああ、なんのかこれ。いいだろう、ゲームの前に終わらせてやれ。しかし、アンボーの意見はわかるぞ。僕も中途半端な勝ちなど興味はない。ここは一発勝負に出ようじゃないか。よし、こうなったらあの野郎からコインぶん取るか。ああ、持ってんだろ、とっとと出せ。よし。乱暴はやめてくださいね。分かったから、笑顔でそれ持つのやめろ。コインを一番残しているのは私？ごめん、 RPG とかそういうのあんま得意じゃない。